畑の幕張の様子ですね。先日、ここがこう半月状にね跡がついたものを食べました。なかなか美味しかったですね。今のところ2個食べていますね。この幕張ね、なかなか数がならなくて、まあどうなるかなと思っていたんですけど、また新たな実がなっていますね。新たな花も咲いてまして、やはりその長雨のね続いた時は昆虫が受粉をしてくれなかったもんですからならなかったんですけども、こうして晴れの日がね続くようになってからまた新しい実がつくようになりました。スイカの方もね、また新たに雌花が結実し始めましたですね。ですから花が咲いてますから、それなりにやはりなってくるんですね。問題はカラスということなんですが、まあトウモロコシがねだいぶカラスにねまたやられましたですね。こんな感じで丸見えになってますと攻撃されますんでね、ちょっとスイカも隠さなければいけません。これあたりが最も大きいかなという気はしますが、ここに巻きひげが出ておりますですね。これが茶色くなり音が低くなったら OK ってことなんですけどね、音は結構低い感じはしますけどね、もうちょいかなと思いますね。この雌花ですね、せっかく結実したと思ったんですが、なぜかダウンしてしまいましたですね。ちょっと残念。あまりに暑かったので、これねマルチの上ですから焼けてしまったのかもしれませんね。これもまあ大きいですよ。まあ大きいといってもね小玉スイカなんですけど、要はここのひげ根が、ひげ根っていうかな、するかな、これが黒く枯れた段階ですね。そこでまあ収穫となるんですが、まあそれまではこうカラスに見つからないようにね隠さないといけない。はい、ここにも新たに結実しておりますし、ここにもついてますね。まあ一つのね、なんていうんですか、これ同じ枝ではないですね。ですからこれはこれでまあ育てていこうと思いますね。やはりね天気がいいとかぼちゃも結実しますね。なかなか実が大きくならないんですけど、まあとりあえず花咲いて、新しい実ができたと、これはいいことです。これ道路の方までねかぼちゃが行ってしまっているので、今引っ張り戻してますけどね、ここにはなってないですね。どっかないかな、これも道路の方行ってしまってますね。これもなってない、あかんな、これはどうや、これもなっていないけど、なっててもなかなか大きくならないと。ここにありましたね。まあいまいち大きくならないですね。これなんですけどね、ブルーベリー農園の方に来ておりますですね。梅雨が明けたようで、ここ2日3日ぐらいですか、気温が30度を超えるということですね。これはラビットアイ種ですね。お隣の方なんですけど、夏になるものです。まだこのなんて言いますかね、赤い実が多いですから、完熟したねものは少ないですが、一応ちょっと食べてみましょうね。まあまあですかね。雨の日の実はね甘みがないんですね。こうして天気がいいとね甘みが乗ってくる。この木なんかもまあ同じ種類ですね。ちょっと食べてみましょうね。なかなかいい感じですね。甘みも酸味も、爽やかな感じでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、この木ですね。まあここ数日ね
これ摘み取り園になってるんですけど、お客さんもまあ見えましてね、取ってくださるということでね、非常にまあありがたいですね。樹木自体もね、なかなか元気に伸びてますね。この枝なんかすごいいい感じで伸びてますよね。畑のこっちの方はね、ハイブッシュ系ですか、早なりの方ですね。6月ぐらいの大玉でしたが、こちらの方は終了しておりますね。まだまだね、赤い実が多いですので、まあピークはこれからですね。まあおそらく、まあこれから1、2週間の間、8月になるぐらいまでですかね、取れるんじゃないかと思いますし、まあ、結構な数がね、取れると思いますね。まあ汗がね、草でぼうぼうなってしまいましたが、そういえば春先にここら辺にネギを植えたということで、ネギが出てきてますのでね、ちょっとこれを掘り返して新しい畑に移動させます。多分これわらびのように見えるんですけどね、どうですかね、いろんなもんが勝手に生えてきますね。今ね、草むらの中からネギが出てきましたですね。日頃ちゃんと草引きをやっておればそれなりに食べれたんでしょうけどね。まあ、この頭の部分を食べて、この根の部分ですね、ここをもう一回植えればネギは出てきますので、こうして永久にリサイクルすることが可能ですね。大変丈夫です。この草むらの中にあってもね、こう育つわけですから、本当に便利な食べ物ですよね。で、まあ、赤じそが出てましたのでね、これもちょっと今日はいただきましょうということですね。